こんにちは、助産院バブバブ助産師の久子です。はい、年度始め4月、まあ5月のゴールデンウィークぐらいまでかな、保育園行き始めたね、お子さんのママさんたち、幼稚園、小学校、中学校、高校、とにかく子どもたちがこの子どもの集団生活に入った時って、年度始め書類書類大変じゃないですか。皆さん経験されました？保育園の申し込みの書くのもめっちゃ書いたでしょ。あれから始めて、もうまだあんの、まだあんのみたいな、勤務証明書とかいろいろ書くものがあって、やっと終わったと思って内定もらって、ほんで入園したらまたなんか保険なんやら表とか、心臓検診なんやら表とか、なんか個人情報の緊急受け渡し先連絡簿とか、なんかいっぱい書類持って帰ってきて、それをもうね、アナログで夜な夜なママさんたちは仕事復帰してもうヒーって言いながら、その書類も書かんとあかんっていうのも大変。これね、ほんま子供成長してきて、そういう集団生活始まって初めてはーって思うんですけどね。書くの得意で好きな人はいいんですけどね、苦手な人はあれめっちゃ苦痛ちゃうかなと思うんですけど、今まさしく私がその状況に陥っていて、書類が大変、もう年度始めのいろんな準備が大変っていうお話をしたいと思います。頑張らんでええで、適当でええで。 You give my life color, you give my life color, color, you give my life color。もう今4月の下旬に入ってきて、大体の書類は終わってきたかな、書けたかなという段階にはあるんですけど、また昨日なんか子供らがまたなんかもらってきて、これがとうとう小学校1年生の学童の書類ですね。これね、これもう書かなかのも面倒くさい、またあるんかなもうって思って、ね、こっちはですね、これはナナちゃん、中学3年生のナナちゃんの、放課後等デイサービスって言って、療育ですよね、療育のね施設の書類なんですけど、これを書かないといけなくて、でこっちだけ書いて終わりかと思ったら裏もあるみたいなね、はい、こういうのがあって、もうこれがね、年度始めに1人につき1枚やったらいいんですけど、だいたい1人につき5、6枚ずつあるんですよ、書かなあかん書類が。でそれかける12枚とかじゃあ12人とか何枚書かなあかんの、1人5枚やとして、まあ今12人じゃない、4人は大阪にいるから、8人として、8人を1人5枚でしょ、8、5、40枚のこの書類を私は4月になると毎年毎年大量に書かないといけないわけさ笑けてくるでしょ、ほんまに。ほんでさ、ツッコミどころ満載やねんこれ。いきますよ、まずね、このトトがもらってきた学童のね、書類なんですけど、まあ、これどっかからのテンプレートで引っ張ってきただけなんやと思うんですけども、別にねこれ学校が悪いとかそういう話じゃないよ、テンプレートやからね、もう知らないけど、そのままやから、このさ気になるところこれですよ、このね、癖ね、爪かみ、指しゃぶり、どもる、左利き、その他って書いてある。え、待って、左利きって癖だこれ癖なんみたいなうわーってなるじゃないですか、トト左利きなんですよ、だこれ左利きに丸して、これ癖とかなんかようわからん。ほんでさ、この性格も強情、泣き虫、神経質、優しい、明朗、気が弱い、活発、素直、すねる、潔癖、怖がり、わがまま、やんちゃ、その他って書いてあるんですけど、子供なんてみんなこの全ての要素があると思うんですよ、性格、子供たちの性格って、こういうとこ強情やけど、こういうとこ優しいしなとかって考えたら、こんなん全部丸つけなあかんのちゃうかなとか思うんですよ。これ選べんよね、いつもこれこんなん書かされる、これ意味あんのかなみたいな思うんですよね。トトで言うと、トトは強情ですよ、拗ねたらもうめっちゃ怒るしね、強情ですわ、で何かあったらもうよう泣いてますから、泣き虫ですわ、神経質、怖
これはあんまり当てはまらんかな。優しいかったらちっちゃい子たちにすごく優しくしてくれてることも多々あるので、もう優しいやろうと思います。明朗かって元気で明るいかあったら明るいですよ、はい、だから明朗も丸やね。で気が弱いかあったら気弱いですね。なんか発表会とかなんかで恥ずかしいからできないとか言って気弱いですね。積極的に前に行くかあったら行かないこと多々ありますね。だから気弱いですね。で活発かかと思ったらいきなり知らん家族にねねねね今日ご飯何晩ご飯何えカレートトカレー食べたくない、いやトトのことは聞いてへんからみたいなことをやりだすから活発ですわ。はい、で素直かって言われたら強情な時もあるけど素直にちゃんと聞き分けが出てきた6歳俺いっぱいやな素直ですわとかってこうやって考えていたら全部ほとんど丸つくんですよね。これ意味あんのみたいな。まあでもこういうのを書かないといけなくて、この40枚のこの書類を全部ね制覇しようと思ったらね、ほんまにね夜中何時間かかったって、今日は4時間頑張った、もう書ききれへんから明日に回そうとかなるんですよ。で小学校とかになってきたら一部の書類は、前年度の例えば1年生の時のやつ書類が2年生に持ち越されて変更事項があるとこだけ直してくださいって言って持って帰ってくるやつもあるんですけど、まあ、そうじゃないまた新たに書かなあかん書類も結局いっぱいあってまあ大変なんですね。で、今日これお見せしたやつには、ね、ないんですけどもね、中にその家族構成個人情報を、ね、書かないといけない欄が必ずあるんだけど、保育園の、ね、入園の時もあったと思うんですけどね、あれがですねまず欄が足りないんです。家族構成の欄がもう書くとこないねいつも、だもうで人数多すぎて、で2枚もらって2枚にわたって書いたこともあるんですけど、もうそれもめんどくさいからもうなんかもう矢印して裏へって書いて裏に続きの人のやつを書いたりとかね、もうとにかく欄がまず足りないっていうことがうちの場合は大問題なんですよね。でね生年月日そのお父さんお母さんで本人がいて妹弟とか兄姉とかってザーって書いていくんですけど、そこでこの生年月日を書かないといけない時に人数が多すぎてですね、子供ら平成何年生まれ、えちゃこれ西暦かん西暦いやこれ平成んみたいな、もう分からなくなるんですよ何がなんやら。ほんで、まあ、今の、ね、人たちはきっともっとハイテクな方法を取るからきっとこうスマホのメモとかに置いといたりパソコン内管理してたりとかしはるんやと思うんですけど、まあ私昭和の人間なんでねすんごくアナログでやっててですね、これ私の手帳なんですけど今年の手帳なんですけどね、手帳にですねメモを入れてて、これメモ入れてるんですよ。ここにですね子供の誰が、2000何年生まれで、で何月何日生まれので、平成は何年のみたいなのをここに全部書いたこのメモを入れておいて、新年度になったらこれを出してきてですね、それを見ながらこの書類の作成っていうのをやる。そうしないとパッと出てこないんですよ。もうなんで平成とか令和とかっていうのと西暦っていうのが2つあるんでしょうね。もうややこしくて頭混乱してくるほんまに。でそれをさらに言うと、まあ最近もあんまり書くことないかもしれんけど出生体重生まれた時の子どもたち の生まれた時の体重を書かないといけない書類とかがあると、もう3600g ぐらいやったっけみたいな、いや3400ぐらいやったかなこの子はとかなんかもう分からん。で39週やったか41週やったか40週やったかもうよう分からん、もうなんかどうやったっけってもう適当ですよね。で中で私12人産んだ中で3人めっちゃ大きくて4000超えが3人いるんですよ。で1人が、4番目で 4252g もう分からへん、そうで5人目が 4362g で9番目が 4180g やった。この3人だけはもう衝撃の4キロ超えやったんでこうやって細かく覚えてるんですけど、残りの子たちはもうなんかふわ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 どっか行ってこんぐらいやったぐらいしか覚えてないですよね。でほんまにこういう書類にこの過去 その子どもたちの情報を書くっていうのがまあ大変で、はい、でこの、まあ、誕生日と、西暦平成令和っていうのと、あとマイナンバーのね番号も
横にちゃんともう控えであって、このメモに、ね、それを必ずも手帳に入れてこう持ち歩いてるというね、パソコン内へのスマホ管理をしろよっていう話なんですけど、アナログにも私はこうやってやってるわけですよ。もうだから書類ほんまにしんどい。もうこれ小学生ね、とかもう3人4人お子さんいらっしゃる方、みんなもう分かるってなると思うんですけど、もうご苦労さんです、ママさんたちね。はい、もうほんまにようやってはるなと思います。これもね、なんかこう IT 化できひんのかなって。役所仕事とかもそうなんですけど、学校もね、とにかくアナログじゃないですか。今時まだこれなんで手書きしなあかんねやろとかめっちゃ思うんですけど、なんか聞くところによると、そのデータ化されたものって、もしじゃあその役所にあるデータが何かの時にバーンって全部もし飛んだとしたら、ね、もうなくなるじゃないですか。だから紙媒体のこういう古い形式を取ってねっていうのはなんか聞いたことがあるんですけどね、まあ、そう言われたらなるほどねとか思うんですけどね、もうちょっとなんか効率のいい方法ないんかなとかもやもやしながら、私はもう子育て歴が25年なんですけど、この25年ずっと変わらず手書きでアナログでやってるというね現状が続いてて、4月はマジで大変やったから、しんどかった、40枚ぐらい書くのめっちゃしんどかったっていうことをね、みんなに言いたかった。はい、でさらにね、4月に小学校の1年生になるお子さんいらっしゃると、算数セットとか算数ボックスっていうのを持ち帰りするんですよ、新学期に、新年度にね。でこれみんな覚えてるかな、おはじきとかさ、細かいおはじきとか、子ども銀行みたいなお金、コインの1円玉、5円玉、10円玉、100円玉、500円みたいなプラスチックでできたお金と、ちょっと実はこのおもちゃのお札みたいなのがセットになってるお金セット、あとは時計の勉強する、こんなちっちゃな時計のこうやって指でこうやって動かして針をねする時計ブロックみたいなもんだったりとか、あとは棒状のものだったりとか、あとはこんな細長いのにこんななんかブロックみたいなのが10個ボン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 って入ってて、10個入って1単位みたいな、こんなブロックの10個入ったこんな棒っていうかブロックみたいなやつとか、なんかで、あとは計算カード、 1+1 はめくったら 2+1 は4みたいなね、その一桁の足し算引き算で、ちょっと繰り上がりのある足し算引き算、4つの計算カードが入ってるんですけど、そのね、このカード、単語カードみたいなやつ、あんなんとかがいろいろいっぱい入って、細かいパーツがいっぱい入った算数ボックスっていうのを持って帰ってくるんですね。でそれを使いながら1年生は算数のお勉強、数のお勉強を楽しく遊びながらやっていくっていうものなんですけど、これに一個一個のほんまに小さなパーツにね、全部に名前をつけないといけないんですね。今年度うちのトトちゃん1年生になりましたけど、これがその名前を書いていくシールのなんですけど、まあ、これにトトトトトトって書いてますけど、私こんなんが入ってたんやけど、私が第一子第二子の頃はこういうのもなくて、全部マジックで手書きで細かいのもう一個一個全部書いていってっていうのをやってたのを覚えてます。で今はあれから25年経って、まあ、これシールがあるんですけど、トトはもうなんか印刷されたやつが入ってて、うわー便利になってる、ラッキー貼るだけやって思ったんですけど、それ全部貼るだけでも3時間かかったんですね。でそれ全部貼り切って、あれ足りひんやん、まだいっぱいおはじき残ってるけど、足りんやん、結局これ書いて貼らなあかんねんや、マジかってなって、小学校4年生ののんの一人でやるのも嫌やから、のんのんにごめん、のんのん手伝ってって言って手伝ってもらって2人がかりでやったんですよ。でもそのトトの算数ボックス全部名前書いて貼る作業に全部で4時間を費やしました。やばくないこれ。これママさんたちみんな小学校1年生の保護者たちはやってるんですよね。もうほんまにご苦労様、私もご苦労様やけど、1年生のお母さんたちはほんまにご苦労様、ようやってますわ。でのんのんとねやりながら、のんのんがね、でもさこれさこんなに大変やけどさ、これ使うのな言うて1年生の間だけやで、これ2年だったらもう使わんもん、めっちゃ短いその期間使うものだけのためにこうやって4時間もかけてね、名前付けをしなあかん、このなんか不合理性というんですか。もうめっちゃ大変、でももう早くやってしまわなあかんからね、もう頑張って、昨日の夜2人でのんのんと頑張ってやりきって、もう今日トトに学校持ってってって持たせたんですけど、はあ終わったと思うんですけどね。これを私は過去11回やってきたわけで、まだねねちゃんが残ってるので、数年後に12回目の算数ボックスの名前付けがね残ってるんですよ。これもなんか進化できひんのかな、
もう学校で準備してあって、それをみんなで共有して使うとかできひんのかな。個人個人で持たさなあかん理由って何なんやろなとか、ちょっといろいろ謎に思うんですけど、まあまあこういうのも含めてね、1年生の母になったなみたいな、そういう気合いにもなるから、まあ悪いことばっかりではないし、まあいい思い出になるからいいんですけどね。まあとにかくこの書類書きと算数ボックスの名前付けで、もうほんま4月入ってから、今日は4月の18ですけども、なんかもう怒涛のような、もうヒヤーみたいな状態で来て、いろいろまあ抜けますしね。ほんでまあティッシュのね、ボックスティッシュ2つと石鹸と雑巾2枚を持たせてください。これは誰や、これはトトかで、ボックスティッシュ5個セットと雑巾2枚を持たせてください。これ誰や、これネネかとか、みんなそのクラスクラス学年で持ち物持たせてくださいいうものも違うわけですよ。もうそれも混乱するし、ほんでネネとリリが保育園なんだけど、これがリリの方はスポーツタオルを1本って書いてある。でネネの方は、フェイスタオルって書いてある。でリリの方が年齢が高いから、もうちょっとド派手に遊んで水遊びをするからスポーツタオルなんですよね。でそれに対してネネはまだちっちゃいから、スポーツタオルほどじゃなくてフェイスタオルでいいらしくね。それも違うから、持ち物がどっちが何やったっけみたいな、もう混乱まあね、もう50近くなって、こういう頭の使い方させてもらってたらボケねえだと思いますけど、ね、いつも頭こう回してるからしっかりしたままで、いい年齢の重ね方はできるんかなとは思いますけどね。やることなかなくなってたら人間なんだボーってなってくるから、そういう意味ではありがとうございますって思いますけど。で細かいそのね、算数のね、やつにこう貼っていくときに、まだこの私ちっちゃい文字ちゃんと見えるし、はっ細かいのをもうピンセットで貼った方が早いかなぐらい細かいんですけど、それもちゃんと見えるから、あ、まだ老眼来てないわみたいな、そこもなんかテンション上がるやん、そんな発見もあって、ほんまに悪いことばっかりではなかったというね、そんな話なんですけど、はい、まあ書類とこの1年生ので、1年生まだね、連絡帳も自分でできひんし、持ち物のね確認もできひん、時間割も一緒にやったらなあかんし、まあ宿題も見たらなあかんし、大変ですけども、はい、でもいずれもっと大きくなってきた時には、あの時代があったな、なんか大変やったけど面白かったな、可愛かったなっていうね、そんな時が来ますのでね、はい、ちっちゃい子をお持ちのママさんたちね、いやしんどい、もう無理、こんなん、なんなんこれって言いながら駆け抜けてほしいなというふうに思います。はい、12人産んだ助産師久子の子育てチャンネル、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。